その日本のね、政党っていうのを考えたときにね、大政翼賛会はまあ、その意味がない。政党に分かれる意味がないだけ。そうでしょ。そんなんで、その政党政治って言うとあかん。議会制民主主義ではあるのよ。政党制議会制民主主義じゃないだけ。ああ、めんどくさいでしょ。じゃあ、今の民主党系、まあ、立憲と国民が合併して、まあ、民主党に戻るのかな、名前な。で、民主党の俺、キレキが、全然できやった。またその、マンドラの箱、化けちゃったみたいな。出てきたよ。出てきたよ。出てきたよ。民主党のマンドラの箱を化けちゃったら、出てきたのよ、ぴょん。あの、お得用セットやから。セットあれ。モールセット。何やそれって。モール中に関係ないか。で、これがつまり、その、民主党には自民党に対するのその、挑戦権はないよ。抵抗権はあるけど。なんで抵抗権があるやつがな、挑戦権あるっていうの。抵抗権しかないやん。な、抵抗権しかないやつが挑戦権を振りかざしたら、抵抗権もなくしてまうよ。なでしょ、言ってるよ、わかるでしょ。もう一回言うて、抵抗権しかないやつが、挑戦権を振りかざして、挑戦して負けたら、抵抗権すら失うよって言ってる。道理でしょ？え、物の道理言ってるでしょ？ね？さて、じゃあ民主党系どうしたらいいかって言ったら、まあ国民民主党からその玉木グループは分かれたらいいよ。ね？あれは野党になりなさい。え？やろ？立憲民主党系はその民主党は自民党と連立せしなければいけない。それだと、どうやって国民救うの？自民党類型と民主党類型が喧嘩して日本の国民幸せになるんですか？絶対になれへんわ。ん？でも、国民民主党系の玉木グループは、維新とか令和とかと合同したらいいの。あれは乗り合うでしょ。ね？若者やし。あ、玉木さんうちと同い年でしたけどな。しかも同級生ね。同級生か、普通の学校じゃなくて、スクール。便利使用性スクールね。ダルニーじゃない方。ダルニーもやったかな。まあ、ダルニーじゃない方で友達になった。やったかな、どっちだかな。ダルニーの方で、どっちでもいいや。まあ、カンさん何ですかしてたよ。うん、そうそう。だから知ってたよ、香川県出身ってね。さぬきですかとか、コンピラさんなんですよ。そうしまして、ブリックパックの牛乳の話。それは玉木さんがいつもうちにブリックパックの牛乳とおにぎり食べてるから、変な取り合わせやな、って。何授業前とか休憩時間でさ、パクパクもうゴクゴク飲んでるから。ほんでなんか言ってんだけど、香川県のことでしてた。北海道の牛乳売れてるが、そんな写真アップしたって、やつしか覚えてるが、思い出せよ。思い出したよ。玉木さんやんか、もう。眠たかってな、目にしようですから。ぐーぐー寝とって。でもなんか、利口の話したやろ。どこら利口、倒産してへんやんか。なんかおかしいやろ、倒産したはずやのに。ちょっと竹花松吉さんも死んでへんやん。おかしいな、死んだはずやのに。ちょっとつんくも死んでへんやん。なんかおかしいなって。なんか別の事件聞いてんねん、うち。で、ジュリーに聞いても、あ、ほんまやな、死んだな、あの二人言うて。あれって、じゃあうちの新聞探したらオーパーツとしてあるんちゃうか、竹村正幸、島正義死去とか、サンク死去とか、新聞残しといてよかった、新聞は次元を超えるみたいな、やったらどうしよう、泥棒に入んなよ、ドリアドリアとか言って、オーパーツ、竹村正幸はいいと知って、サンクツンク死亡記事と本当に生きてるじゃないの、これはどういうことですかやっぱりパラレルってあるんだみたいな、シュプールシュプールな、
あかんやろ。いや言われんねいとこに。いとこおばたちに言われとったんな。急に。なあかんやろ。いとこかい思い出すでしょ。西原とあさもきんやいとこかい。しかも萩原の何が呼ばなあかんだの。あのばん。な。絞りかす取らなあかんね。絞りかすやな。絞りかすからなんかを取るみたいな。一味やんちゃ、一味じゃないけど、敵やけど。一族やねんからな。いとこかいが言ったもんね。うちには、ぐーっと、ドーン、いやーっとやってもええけどな。所詮いとこや、そうなんねん、実は。また話、逸脱した逸見さんだよ。逸見さん話逸脱してへんって。それは、あれあれあれって、ひらひらまつじゃなくて、うわしもた。青木さんのやるじゃあ、すみさんが。逸脱すんの逸見さんでも、ひらまつさんの青木さんでもなく、すみさんでしょ。って言ったんだ。違うして、記憶だってよ。で、うちはセリフがね、そんなの知りたかったんちゃうねん。ね、ダメでしょ、あかんでしょ、ダメでしょ、あれ。いとこかようのネタやろ、分からんやろ、他の家。そらそうが当たり前よ。でも、いとこの肩のあたりで、ブーで、あ、見たことある。あつし家のいとこかいだったのか。なんか呼ばれちゃうんだよね。怖いわ、怖いわ。でも、いろいろ来たの、いろいろ来たのとこでちゃうんで、あの、いろんな用心が来たの、ほんとよ。缶の缶含めてな。缶の缶。芯の芯と缶の缶。缶の缶って鶴瓶のことちゃうで。そら、鶴瓶缶ってあるかもしらんけど。確か鶴瓶っぱい缶この辺売ってるわ。陶磁器やけど。缶の缶じゃ違った。菅野保って。缶の缶。来たよ。二の松事件に。トータル最近なんか、ミノー市長のなアカウントがボヨンって出てくるやろ、あの AI が勝手に運んできよんだよな。あんなミノーネタ言うたら、どーで、どちゃうけど生きてるけど、AI がな、こんな好きでしょ、ビーって出してきよんだ。で、なんかな、やったら、その、薄着の時とか、もう裸の時とか、下着の姿の時、やったらその、出てくる広告があるんですよ。なんか、デルタゾーンの無駄毛のどうのこうのって。どういうことって。これ見てんの？やらしいと思って。見てるぜって意味あるわけだな。その格好するけど、なぜかこの広告があるだろうって。やらしすぎるね、AI。てか、その、カメラ、いやらしいです、こんな。寝てる時もこうやって知ってるけど、前から知ってたけどね、オナニーする時も開けてるのわざと。どうせ見てるやろ、どうせ人工衛星から見てるから、何もかもうちの周辺でもプチャプチャプチャもう超高性能って、サダム・フセインのセリフ聞こえた日にはもうあかんねんなってなって、うちは思ったり違う意味で、もうオナニーできねえよなってなるだろ。もうそれも見られてるとどこでもできへんやって。ターゲットやったらな。何やっても見られてるからもう恥ずかしくないんだと思って。みんなは時々しかターゲットされへんから恥ずかしいものがあるでしょうけど。だから抱けたものを何だからな、しかもこれどうも抱けたけど、これ見よがしやろそれ。ほんとこの青いなんとか赤くなったりして、赤黄色緑紫、ほんとに乗ったって。そこまではサービスしてるのがスマホちゃうからじゃなくて、5年前の東芝やから。お後がなんだよね。ヤスキーネタわかんな、みんなわからんもんなって、みんなわかんねん、ネット住民やから全員わかんねん、 AI 全員わかんねん、こういうネタはな、お後がよろしいようでっちも、アスキーの日本橋の大阪のアスキーネタつけしょっちゅう言ってたけど、なんかあったらお後がよろしいようでって口をしてみたいな。
そこまではええやろ、その再現せんでも。アスキーの会社の人ら、どこが本社やったの？日本橋店なの？もともと。まあ、江戸山市もあったかな、当時、アスキー。江戸山市店やわ。直角名神店な。名神やな。あ、日本橋違ったかも。南部か名神乗っちゃったっけ。あれ思い出せない。まあ、名神かな。名神のそういう、そういった基地はあったし、若干小さかったけどね、その周り。若干じゃかなり小さかったけどね。名神の、それが本社やったかな、アスキー。ちょっと普通の店やって、なんかオフィスみたいな、オフィス器具販売、リース、オフィスリースみたいなとこあったで、オフィス用、応援器具リースみたいなのかな。でも、ワントがよろしいよ、とか言って、あれ、こっちおいで、とか言って、知らない人に会うと、いや、僕らから見て君が知らない人だこっちお店、とか。本当にご苦労さんちゅうのも助けないと。なんでこんな影響受けなあかんの。な言うほど通ってへんのに、そのアスキーにはな、アスキーもそうとは言わなかったよ、面白かったトレードトレックとかな。なんか好きなゲームあるかいトレードトレックって大盛り上がりやってた気がする。だけどうちはどっちかというと日本橋とか難波の方に出没したからな。小学校の頃な。いや、何の話やったっけ。